にちは、クリッカーエミリです。車の進化は室内の広さや燃費の改善といった身近なものだけではありません。真っ先に思い浮かべるのが、実用化が予想よりも早いのではと考えられている自動運転。現在はドライバー補助のレベルですが、すでに高速道路での巡航や渋滞程度なら十分こなせるレベルの車が販売されています。その他にもエンジンではなくモーターとバッテリーで動く電気自動車も注目を集めており、昨年には日産リーフがフルモデルチェンジ。その航続距離は約400キロで、充電などに課題は残るものの、実用性は確実に向上しています。このように技術の進化は注目を集めており、2018年に市販が予定されている車に続々と投入されることが期待できます。まず注目の1台目が日産セレナ e パワーです。ガソリンエンジンとモーターを組み合わせた仕様は販売中ですが、 e パワーはモーターが 100% 駆動を担当するというもの。一応エンジンは搭載しますが、モーターを動かすための電力を賄う発電機として使われます。すでにノート e パワーにも搭載されており、電気自動車と遜色ないほどの力強さと反応の良さがあることから、車重が重いミニバンにありがちな加速の重さを解消すると期待が持てます。また高速道路同一車線自動運転技術プロパイロットとの相性も注目したいところ。もう一台市販間近で注目なのが三菱エクリプスクロスです。これまでパジェロやアウトランダー、デリカ D5 などオフロードが得意な車作りで存在感を示してきた三菱自動車の完全新作です。力強さと美しさを兼ね備えたボディは、全長 4405mm、 全幅 1805mm、 全高 1685mm で、搭載されるエンジンは 1.5 リッターターボと手頃。駆動方式はもちろん 4WD。アクロでの走りが頼もしいのは容易に想像できますが、街中での走りにもこだわったとのこと。昨年開催された東京モーターショーで新型のコンセプトモデルがお披露目されたトヨタクラウンも今年注目の一台。現時点では搭載するパワートレインなどの詳細は明かされていませんが、高級セダンの代表であるメルセデスベンツ C クラスや BMW 3シリーズ、レクサス IS など競合が多い中で、どのように存在感を見せつけてくるのでしょうか。最後に注目したいのがホンダインサイトです。先代モデルは2014年3月に販売を終了しましたが、2018年のデトロイトモーターショーにて新型のプロトタイプが発表されました。搭載されるパワートレインはガソリンエンジンとモーターのハイブリッドで、オデッセイハイブリッドやステップワゴンハイブリッドと同様にエンジンは発電に徹し、駆動はモーターが行います。先代モデルの発売時はプリウスよりもリーズナブルなハイブリッドカーであることをアピールしていましたが、おそらく新型では燃費はもちろん全方位でプリウスを上回っていることを打ち出すはず。インサイトのリベンジなるか、こちらも見逃せない一台です。